こんにちは、まなぶです。今回は努力は圧倒的にコスパがいい。こういったお話をしていきます。で、先日僕はこういったツイートをしました。で、読み上げていきます。最近思うのですが、努力ほどコスパが良い行動はないです。努力すると成果が伸びる。努力すると生活リズムが整う。努力すると信頼も得られ。努力すると明日も頑張れ。努力すると周りも気持ちいい。努力とセットで改善も必須ですが、それにしてもコスパが良い行動なのでおすすめ。っていう感じで、まぁちょっともしかしたら聞く人によってはこいつキモいなって思うかもしれないんですけど、まぁ結構僕自身、まぁ努力を続けてきたっていうのもあって、でそれで実際やってみて本当にやってよかったなっていうふうに思っています。ただ世の中的にはやっぱりその努力ってすごいしんどいっていうふうに思われたりするじゃないですか。ただ僕を見ていただくともしかしたらわかるかもしれないんですけど、別にそんななんか顔疲れてなさそうだし、毎日ちゃんと寝てますし、でちゃんと寝て、それでご飯とかもしっかり食べて、で筋トレとかもして、でそれでこう努力を継続できてるわけですね。だから今回の動画ではまあそもそも前提条件として努力ってめちゃくちゃいいことだよっていうことを話した後に、動画の後半ではじゃあ無理せずに努力をしていく方法、まあぶっちゃけその努力しまくってそれで睡眠削るとかなんかストレスだらけみたいな、まあこういうのってしんどいと思うんですよね。だからせっかく人生若いうちとかも短かったりすると思うので、なるべく無理せずに楽しくかつでも成果も出したいみたいな、まあこのあたりを話します。で早速問題なんですけど、努力のコストパフォーマンスですね、これめちゃくちゃ高いです。で冒頭のツイート紹介でもお話したと思うんですけど、努力するとまず成果伸びるじゃないですか。まあ改善もしないといけないんですけど、あとは努力すると生活リズムが整う。あと努力すると信頼も得られる。あと努力すると明日も頑張れる。あと努力すると周りも気持ちいい。まあ例えばその近くで努力してる人とかいたら、まあ自分も結構気持ちよかったりするじゃないですか。でまあこういった感じで、まあいろんなメリットあるんですけど、僕が思うに努力の最大のメリット何かって言ったら、生活リズムが整うってことと、あともう一つが信頼が得られる。まあこの2点がその僕の人生にとってめちゃくちゃこの効果があったんですね。でまず最初にその生活リズムが整う。ここに関してお話したいんですけど、まあやっぱりその世の中見ていて成果を出してる人、例えばそのニュースとか見てると、アマゾンの社長のジョフ・ベゾスって方とかいるじゃないですか。あとマイクロソフトのビル・ゲイツとかもそうなんですけど、そういった社長のなんか生き方みたいな、まあそういう記事がまあたまにニュースで出たりするんですけど、まあ僕そういった経営者の方とか結構その尊敬もするし好きなので、そういうニュースを読んでいて、で読んでて思うのが、やっぱ皆さんちゃんと朝起きるし、あとなんていうんですか、自分の時間を大切にしていたりみたいな、まあすごい大雑把に言うとしっかりこの規則的に生きてるんですよね。でまあそれもそれで当たり前で、まあ皆さんそういった経営者って忙しいわけじゃないですか。で忙しい中でしっかりそのインプットの時間取ったりとか、その新しい新事業のことを考えたりとか、まあそういった感じで効率的に時間使ってるわけですよね。でこういったことをするためにやっぱりその規則正しい生活ってすごい大切だなと思っていて、で現在の僕っていうのは基本的に規則正しく生きていて、で最近だとやっぱり朝9時ぐらいには起きてるんですけど、ただ昔だと本当に規則正しくなかったり、それこそ一番ひどい時とかって僕夜の8時とかに起きたりしてたんですね。なんかフリーランス成り立ての頃だったんですけど、でフリーランスになってやっぱ自由だって感じでこう嬉しくて遊んじゃって、それでなんか夜に起きるみたいな、まあそんな生活になってて、まあ言うまでもまあやっぱ成果出ないんですよね。でそっからまあすごい改善をしていって、でそれでまあ徐々にこうまあ売り上げだったりも伸ばしていけたんですけど、そこで思ったことは、まあ何かやるって決めてそれで努力していく上で、努力をちゃんと継続するにはしっかり生活リズムが整ってないとできなくて、まあこれって両方必要なんですよね。努力するっていうことと生活リズムを整える、これって多分努力してる人は多分生活リズムを整ってると思います。一方で努力してない人って生活リズムぐちゃぐちゃになってたりみたいな、多分同じように比例していくと思うんですよね。で僕自身も昔はそのまあ結構お酒とか好きなんで、なんか夜までこうガブガブ飲んじゃうみたいな感じだったんですけど、最近とかだとやっぱりブログ毎日書かないととか、あとまあ YouTube も毎日更新なので YouTube も頑張んないとみたいな感じで、自分をこう律するみたいな。で以上が努力をする上での最大のメリットの一つ目ですね。生活リズムが整うという話です。で続いて信頼を得られる。でこれもすごい重要だなと思っていて、もしかしたらこっちの方が重要かもしれないんですけど、基本的に多分この動画見てる方からすると、この動画見てる方以外ですね、以外の多分この動画見てる方って僕のこと見て、まあちょっと怪しいなと思いつつも、まあなんか動画見てたらまあ多分割とまあ論理的なこと言ってるしみたいな思われてるかもしれないというか、僕はそういう風に望んでたりはするんですけど、一方でその世間的に見た僕の生き方って相当怪しいじゃないですか。なんかそもそもまあ東南アジアに住んでるし、どうやって稼いでるかもいまいちわかんないみたいな、まあそんな感じで、まあ基本的に怪しいんですけど、まあただ今回今これ実はちょっと日本に帰ってきてて、日本で撮影してるんですけど、で日本に帰ってでいろんな方にまあ会ったりするわけですね。で会うと若干信頼されているというか、まあある程度その初対面の人でも信頼されているってことに気づいて。
で、なんでかっていうと、基本的にそういった方って僕の SNS とか YouTube 見てる方が、まあ大半なので、で、それで僕がその、まあ継続して努力していることを多分、まあ大体の方は知ってるわけですよね。で、知ってるとそこで、あ、普段からすごい努力されてますね、みたいに言われて、それが勝手になんか信頼になるみたいな。まあそういったなんかすごいありがたい状況が起こったりしてます。まあなので、こういった感じで、まあ他にはすごいいろいろなメリットあるんですけど、やっぱりその努力素晴らしいなと思っていて、まあただその、日本ってその努力を美化する文化みたいなのがすごいあると思っていて、で、僕もその努力すれば必ず成功するみたいな、まあ実はこういうのあんま好きじゃなくて、やっぱり努力する上でちゃんと方向性を確かめていくとか、あと努力する上でちゃんと改善をしていく、まあこういったこともすごい重要だと思います。例えばなんですけど、僕そのブログを今6年目なんですけど、最初の4年間ってまあほぼ稼げなかったんですね。それこそ1ヶ月1万、2万、3万、まあマックスで確か4、5万ぐらいいったかもしれないんですけど、またすぐ下がっちゃってみたいな。まあこういった感じで、まあ言ってしまえばその、まあ割と雑魚な方じゃないですか。で、雑魚な方だったんですけど、まあある時からその努力していく上でちゃんと世の中のその流れとかトレンドとか流行りに乗っかっていこうとか、まあそういった感じで方向性っていうのをちゃんと考えるようにしたんですね。昔の僕っていうのはとりあえずもう質の高い、まあいいものを作れば読まれるだろうみたいな。いわゆるその日本の職人みたいな。でもその後の僕っていうのはどっちかっていうと、ちゃんとマーケティングもしつつ、ちゃんといいコンテンツも出していくみたいな。まあ、そっちにこう、舵を切ったところ、伸びていったんですけど、まあ、こういった感じで、その、本当に努力するだけじゃ、もちろんダメなんですけど、プラスで、やっぱり方向性とか改善っていうのは、もちろんこれ前提条件として必須です。まあ、ただ、そもそも論として、やっぱり、まあ、ちょっとこれ聞いて気分悪くなる方いるかもしれないんですけど、僕がその、まあ、いろんな方に、今回日本帰ってきて結構お会いしたりとか、先日もちょっとセミナーとかやってたんですけど、まあ、そこで思ったことが、まあ、やっぱりまだ作業量足りてない人っていうのが、まあ、8割9割だなと思っていて、僕はこう初対面で、例えばその人はプログラミング勉強したいですみたいな聞かれた時に、じゃあ今どれぐらいやってるんですかって聞くと、まあ大体の人、まあ始めてまだ1ヶ月ですとか、まあなんか今始めたばっかですみたいな、まあなんかそういう人ばっかりなんですよね。で、別にそれは全然良くて、まあただ、最低限やっぱその量っていうのをこなしていかないと、その改善っていうのはもちろんできないし、量をこなさないと方向性っていうのも見えてこない。だからまあ前提条件も最初の最初のやるべきこととしては、まあ最低限量をこなしていきましょうっていう、もうこれもすごい大切だと思います。まあ、という感じで以上がその努力めっちゃコスパいいよっていう話なんですけど、まあ、ここまで聞いて多分8割9割もしくはもうほぼ全員の方が、まあ、確かにそうだなっていうふうに思うじゃないですか。で、多分昔の僕とか見ても多分この動画見ては確かにそうだなって多分思うんですよ。でも一方でそれと同時に、いや、そんだけ努力できませんよっていうのがまあ正直な感想なのかなと思っていて、まあその昔の僕もそうだったんですけど、ブログを頑張ろうと思ってその時に毎日更新しようとしたんですね。で、毎日更新しようとして、で、じゃあ何日で挫折したかっていうと、まあ、ぶっちゃけ1日なんですよね。1日目はそう頑張ろうと思って書いたんですけど、翌日もうネタ切れみたいな。まあ、これぐらい努力って、まあ、当時僕にとってはハードルが高くて、で、それで、まあ、1日のブログの毎日更新すらできなかった僕が、今この動画撮ってる時点で、まあ、900日以上ですね、こう毎日更新できたんですけど、じゃあそこで何が変わったかっていうと、で、結論これ環境だなと思っています。まあ、例えばなんですけど、その学生時代の僕はその毎日更新できなかったんですね。で、なんでできなかったかっていうと、そのブログ以外もまあいろんなことに手を出していて、例えばイベント運営とか、あとプログラミングとか、あと背取りとか、なんかいろいろやってましたね。何がいいか分かんなかったね。でも一方で、ね、今の僕っていうのはじゃあ何やってるかっていうと、本当もうブログ書くってなったらもうブログしか書いてないですし、まあ最近もう人生においてブログ書くと YouTube 撮る、あとは FX の練習する、まあこの3つぐらいしかマジでやってないんですね。家事とかもやんないですし、掃除もしないですし、まあこういうこと言うとなんか掃除とかしろよって思われるかもしれないんですけど、まあただそういった無駄なものってすべて排除して自分がやるべきことっていうのを、まあ、5個以内ぐらい絞った方がいいと思うんですよね。僕は本当にもう3つぐらいにしちゃってます。ブログ、 YouTube、 FX、 もうこれだけですね。まあこんな感じで、何か継続する上ではやっぱりその何を捨てていくかっていうのもすごい大切で、でそれでまあ何かをこういろいろ捨てていくことで努力できる環境っていうのは出来上がって、そもそも論として努力するってなったらその土台に環境っていうのは必要なんですね。で、大体の人っていうのがその環境っていうのを作らずにもういきなり努力始めようとする。例えばサラリーマンとかでめちゃくちゃ忙しくて、で家帰ってくるのが毎日大体9時半から10時ぐらいっていう感じで、じゃあそれでその人はいきなりプログラミング勉強しますってなったら、まあ多分正直きついんですよ。なんでかっていうと、その会社でから帰ってきて、まあ、夜10時ぐらい。で、夜10時で、それ明日も仕事あるわけじゃないですか。そしたら、まあ、酒飲んでなんか YouTube とか見ても寝たいじゃないですか。
や、そこから勉強していくって、まあ、相当鬼の精神力っていうのは必要だと思うんですよね。だからそうじゃなくて、まあ、そういったちょっと我慢する時期はもちろん必要かもしれないんですけど、まあ、それと同時に環境を自分でこう良くしていく方向にこう行動していくのもすごい大切です。例えばプログラミング勉強したいんだったら、まあ、最初基礎だけ、まあ、土日とかで頑張って勉強して、でそこからエンジニア未経験でも雇ってる会社いくらでもあるので、そういう場所にアプライしてみるとか、あとはまあブログとかも一緒ですよね。ブログに必要な能力ってウェブマーケティングとかじゃないですか。だからブログを最初、まあ最初の初期学習期間3ヶ月ぐらいが僕はいいと思ってるんですけど、そうじゃないとモチベーション保てないので、で3ヶ月勉強して、その後にウェブマーケティングの会社、未経験でも全然雇ってます。だからそういう場所にアプライしてみる。で、僕は本当にこれ本心から思っていて、やっぱそれぐらい環境を変えていかないと、続かないですし、今ある仕事にプラスアルファで新しいことを始めようとするっていう人が多すぎて、やっぱりその何かやるんだったら何か捨てないとダメですね。まあ、ただその今転職みたいな話になってきたじゃないですか。例えばそのプログラミングやるからエンジニアの会社に就職するみたいな。でまあこうやった時って絶対に最初こう給料が下がるんですよ。例えば僕もブログやりたいって人にいろんな相談をされて、それでまあそれだったら最初そのウェブマーケティング系の会社に就職してみたらどうですかみたいな。もう結構多分いろんな人に言ったし、ツイッターとか通して言ってるんで、下手したらなんか数千人とかに多分そういうことを言ってるんですよ。で言ってて、じゃあどういった回答が返ってきたかっていうと、結構大半の人がなんか給料が低いですっていう風にまあ言うんですよね。でもそれってまあすごい仕方がないことで、新しいこと始めるってなったら、いきなりその現状を維持しながらそのままこうスムーズに移行するっていうのは、それは結構難しいというか、まあどうしてもリスクを取らないといけないんですよね。で日本人だとリスクってイコールその危険っていう風に考えたりするんですけど、リスクって実はこうどれだけ変動するかっていう話。まあ、この話今実は与沢さんの受け売りだったりして申し訳ないんですけど、まあ先日に与沢さんが動画でまあこんな話をしていて、まあわかりやすいなと思って僕も今それを使っちゃっていて、まあ要するにそのリスク、やっぱりこう上にぶれるか下にぶれるかっていうのを受け入れないと新しい挑戦っていうのもやっぱできないので、だから最初給料ちょっと下がっちゃう。まあこれも仕方ないと思います。まあなのでまあその環境が全てっていうのが今回お伝えしたかったことなんですけど、まあ最後にじゃあちょっと壮大なテーマでもさらに例え話をしていこうと思って、例えば海にいる魚とかって、まあ、海に最適化されてるじゃないですか。で一方でじゃあ砂漠に住んでいるじゃあラクダとか、ラクダってなんかこう背中にコブがあってそこに水溜めたりみたいな、まあ、最適化されてるじゃないですか。で人間もまあこれと一緒かなと思っていて、例えばそのプログラマーになりたいんだったらプログラマーが多い場所になるべく溶け込む、まあ、そういった環境に行く、まあ、そしたらなんか徐々にこうプログラマーに近づいていけるみたいな。一方でブロガーとかになりたいんだったらブロガーが多いとかウェブマーケティング系の人が多いところにこう自分を動かしていく、環境をまず変えることによってそこにこう自分が適応していく。だからその新しいものを学ぶ際にはやっぱりその最初環境づくりっていうのをすごい意識すべき場所なんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回これぐらいにしようと思います。まあ動画前半ではまあ努力素晴らしいですよって話をして、で後半では努力するには環境がすごい大切ってお話をしたんですけど、まあこの動画見てる方でもまあこれから何か頑張りたいとか、まあすでにやってる方がいたら、ぜひその次の一歩としてやっぱり環境を変えていく。でその際にやっぱ給料下がっちゃうとかっていうのはまあどうしても仕方がないことなので、まあそこだけぜひちょっとしんどいんですけど受け入れて、でそれで行動してみるってやると結構その伸び率っていうのが相当変わってくると思うので、まあぜひ参考にしてみてください。はい、というわけで僕のチャンネルは普段こういった感じで個人で生きていく際に大切な思考法とか、あと基本的にお金の稼ぎ方とかですね、このあたりにフォーカスして発信しています。でもし今回参考になったらチャンネル登録、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。というわけで以上となります。さよなら。